絶対負けちゃいけない部分で負けてしまった。クソ。けど初めてライオンズゲートらしいメインができたんじゃないか。これから先若手がどんどん引っ張ってってやる。だからこそ今日来たお客さん一人一人の声援は全部届いてたし、本当に感謝してます。もっとでかいところでメインを張って勝てるようにまだまだ練習して必ず這い上がる。今に見とけ。ありがとうございました。まずは今日戦った海野さん、自分よりキャリア下ですけど、まあこれぐらいのキャリアの差ならほぼほぼ同世代って言えると思うんで、自分たちまたもっともっと大きくなってもっとでかい舞台でやれたらいいなって素直に思いました。そして一応今回でライオンズゲート終わることになるけど、まあ多分またどっかでやれる機会あると思うんで、自分もライオンズゲートのプロジェクト2から出てきてやっとこのメインでシングル張ることができるようになりました。このライオンズゲートという舞台そう簡単にはなくしたくないんで、自分もこれから頑張っていきますんで、またこの大会があるときはぜひ呼んでください。ありがとうございました。